23AM1242 日本放送キーステーションに全国ネット、菅田将暉のオールナイトニッポン。この時間は僕、菅田将暉がお送りしています。では、早速ゲストをご紹介しましょう。ムロツヨシさんです。ムロツヨシです。よろしくお願いいたします。お願いします。出れました、やっと菅田将暉のオールナイトニッポンに。ありがとうございます。いつ声がかかるのかと思ってましたよ。星野源から全く声がかからないから。あれと思って。あ、そうなんですか。一切声かからないのよ。結構長いことやってますよね。何よね、あの人。あの人は明日ですよ。明日ねえ。しかも、ずっと、だって共演。そうそうそう。結構やってた。さりげなく言ってたんだけどね。いつでもいいよって。まさか、須田が先だったわ。元より須田だったわ。全然呼ばれ。いやいや、いいんですよ。嬉しいですよ。なんかちょっとね、感動しました。ちょっと聞かせてもらってましたけど、須田将暉のオールナイトニッポン、ただった。あ、はいはい。いいね。あれは、本当ですか？先行くな、あんまり、強しより。その強しより先行ってないよ。いやでもすごいよ。ただ何？そのゲストイップスっていうのはどういうことなの？ゲストイップスですか？うん。いやだから、苦手意識がだいぶこう。でもさっきその、ほら、さっき曲流れてる時もずっと山田孝之の文句言ってたけど。言うな！言うな！言うな！山田さん結構こういうの調べて知るんですから、あの人。山田孝之に次ぐ電話を待っています。やめろ。山田孝之、連絡事項です。奇跡そうやから。連絡事項です。山田孝之に次ぐ電話を待っています。絶対みんな知らせて、絶対たどり着くから、あの人。意外と豆なんですから、山田さんって。いや、なんでそんな山田孝之のその、あれなんだ。で、僕が知ってる山田のタークンはそんな、いい人ですよ。いや、だってもう、ここでは伝えられない邪魔を僕にずっとしに来て、うん、なるほど。なるほど。はい。でも愛だったんじゃない？その、孝之の。どんな愛だ？ラジオ頑張れ。応援してるぞっていう意味だったんじゃないの？そういうことやったんですか？そうだよ。あれは愛やったんですか？愛だった。それをさ、その、ウーバーワールドかかってる時、山田さんの文句はない。言ってない。言ってないっすよ。言ってないっすからね。そんな。あの野郎って言ってたじゃないですか。いや、そんなも尊敬しかないですから、僕。オーラは尊敬しかないですか？尊敬しかないです。その、あと、今回ちょっと宣伝させてもらったんですよ、SNS 等で。あ、はい。そしたら何ですか、出禁にはさせませんみたいな。はい、はい。出禁システムがあるんですか、この番組。あの、そうです。最初に言っときますけど、山田さんはもう出禁です。出禁なんですね。出禁なんですよ。出入りは禁止なんですよね。で、ということは電話は大丈夫ですか。そうですね。電話は大丈夫です。電話大丈夫ですよね。はい、確かに。なるほど、ね。電話は確かに禁止してなかったな。そうでしょう。電話禁止して。山田孝之に次ぐ。電話を待っています。聞いてへん。絶対聞いてない。絶対聞いてないです。あ、そういうのできんなのね。そうなんですよ。それでなんかその、さあ、ごめんなさいね。その喋っちゃって、その、さっきもメールをちょっとチロッと拝見しちゃったんだけど、何？その、リスナーさんがもうあれでしょ？小栗旬が良かったとか。自分で。橋本環奈が良かったとか。そうですね。読ませていただきます。ラジオネームバカ野郎から。うん、あ、小栗旬ダメだったから、うん。第4候補の、ムロツヨシさんになったであろう今夜の放送。うん、本当に楽しみにしていました。ムロツヨシさん最高バカ野郎。そっくりそのままバカ野郎。何が、誰が第4候補だ。すごい、早速ですね。はいはいはい。と、ラジオネームもぐもぐボーカルさんが。もぐボーカル？ムロツヨシさん最高です。おー、ありがとう。本当に嬉しいです。おー、ありがとうございます。今日は来てくださりありがとうございます。こちらこそです。で、橋本環奈ちゃんは。うん。でも、カンナちゃん欲しがるよね。まあ、そうっすね。カンナちゃんね。カンナちゃん会いたい。面白い子ですしね。そうでしょう。いい子ですね。うん、そうでしょう。でもまあ、舞台挨拶が間もなくでしょ？そうです、そうです。そこでね、みんなにね。いや、びっくりしませんでした、今回の映画見て。何を？橋本カンナという。あ！女優の。すっごい、いいよ、なんか、あれだよ。ラジオパーソナリティ。見事に今。やめろ！話を膨らましたところを映画の話題に、さっと、共演者の、ヒロインの、やりづらい。話題に。やりづらいな。いや、いいよ、嬉しいですよ。いや、だって、俺感動しましたよ、結構。まあね、あそこまでやりきるっていうのは。だって、ある種今回コメディエンヌなわけで。うん、そうです。なかなか平成生まれであそこまで笑い取れる。やりきるのはすごいですよね。ですね。いや、共演、いいなと思いました、あの3人。小栗旬、菅田将暉、うん、橋本環奈。いい、三角形だなと思いましたよね。あ、嘘ついてる時の顔。ムロさん。いや、本当に思った。みんな見えてないか分かんない。でも、ムロさんね、ムロさんちょっとふざける時に、ね、顎が上に上がってくる。違うぞ。でも、本当に、新八という役はですね、はい、あ、いいなと思いましたよ。本当ですか？うん。僕の演じる。その、受け身の役じゃないですか。
はい。まあ、今回はそうですね。あんまりツッコミっていう言葉は使いたくないけど、はいはい、その受け身の役じゃんか、はい、結構重要じゃんか、ね、劇中ではシンパチーはそうですね。金玉の世界では、ヨシコでいう、まあ、メルブみたいな。まあ、そうですね。そうですね。ああ、やりがいありそうだなと思って、見てましたよ。はいはい、ありがとうございます。いいんですよ、室津吉です。わかってますよ、それわかってます、そうですよ。今日はじゃあ、宣伝をしに来たっていう。いや、もう宣伝とか関係なく、須田に会いに来たんです。お、そうなんですか。うん、須田に今日は任せようというのをも思ってますから。ほう。うん、そのゲストイップスを直すために。あ、ありがとうございます。言われたんですよ、イップス直してから。でも、室さん、あれですよね、ずっとラジオやってたんですもんね。ラジオはね、2年前の春までやってました。なるほど。ちょっと曲違うんですけど。え、その時もゲスト読んだりとかは？もう毎週。毎週？もう僕、毎週ゲストコーナーが2つありましたもん。え？うん。音楽の番組だったんで、音楽関係のゲストさんと友達を呼ぶ。あれ？須田来てないの？俺来てないです、来てないです。行ってて、来てないんだ。来てないです、来てないです。あ、そうなんだ。そうですよ。なんとか呼ばれてないもん。いや、呼んでるよね。呼んでると思う。あ、呼んでる？ちょっとスケジュールが無理だった。呼ばれてない。呼んでへんのかい？だって、明けガラスの時とか呼んでないですか？映画明けガラスの時に何かあったんじゃない？うちのマネージャーが横に首ブンブン振ってますよ。そうでしたか、なんでですかね。あ、でもゲスト2コーナーもあったんですか？2コーナーありましたよ。だから、イップスなんて、どうしたら、どうしたらいいんですか？いや、俺もう楽しいなと思、毎回ね、楽しみにはするんですけど、うん、いかんせん、こう、なかなか、このノリにみんな困ってって。このノリ？このなんか、例えば、橋本環奈ちゃんが良かったっつって。ああ。そんな、室さんみたいにみんな上手いことを、バカ野郎とは言ってくれないから。その、この空気にちゃんと乗っかろうってやっぱこう。ああ、そうかそうか。うん、山田孝之はそんなことしてくれなかった。山田さんは、はって。ああ。さすがにめっちゃ面白かったですけど。うん、あの人一回山田孝之ね、うちの番組にゲストに来てね、一切喋らず帰ったことあるよ。ほらほら、やっぱそうだ。そうだよね。その時どうしたんですか、ね、どうしたんですか。いや、他のゲストもいたからいいけど、こいつ本当にやるんだ、これ、と思って。で、一回、上半身裸になってずっと喋った時あったの。いや、ラジオっていいですね、こんなことができて。でも、一切触れないの、生放送中。なるほどね、うん。見えないから。うん。だからもう、スタッフさんがファンになっちゃった、山田の。面白いっすね、って。そうなんですよ。なるほどね。そういう子ですから。裸にはならなかった今回。山田さん、でもね、ちょっと言うてましたわ。うん。脱ごっかなって。ごそラジオはこれがいいですね。これがいいです、ね。そう。言いそうだな。そうですよ、ね。なるほど。山田の話になっちゃうじゃん。そうですね。うん。ラジオ。でも、あれじゃない、いつものさ、須田まさき、一応少しは知ってるじゃないですか。ああ。その、お仕事抜きの。はい、はい。須田まさき。はい、そうですね。あのままで行けばそんなゲストイップスなんかすぐじゃないですか。本当ですか。結構、人懐っこいところもあったり、質問したり、勝手に人のソファーでジャンプして暴れ回ったり。そんなことしましたっけ、俺。してましたよ、本当に、うちで。嘘？ソファー当たって、ヤギラユウヤとずっと二人ジャンプして。やめようかなって言ってよ、俺。やめようかな、もう夜中だしやめようかなって言って。いやってやってたじゃない。あ、嫌な後輩だなと思ってた。確かに、はい。そうですね。やってました。ちょうどサッカーの日本代表の試合をみんなで見た時に。あ、そうだ。そうだ。それで逆転勝ちがなんかして。あ、そう、興奮して。うん、興奮して。確かに。ソファーでジャンプしてまして。まあまあギーギー言ってました、ね。懐かしい。そうですね。そう、ああいう感じでいいんじゃないですか。ああいう感じでいいんですかね。ゲストイップス直りますよ。なるほど。でもなんかいいじゃない、ラジオで聞ける、その、ちょっとこう、関西の言葉の菅田将暉とさ、はいはい、そのもう力抜いていいんじゃないですか。ああ、そうなんですかね。本音が聞けるラジオで。で、室さんのメールはいつも何なんですか。何が室さん。あ、メールね。はい。僕らショートメールでやり取りしてるんですけども、そうそう、僕、これ知らないの。僕ね、はい、携帯を変えてさ、はい、携帯変えてとか、ショートメールって、ほら、最近あんまりやらなくなって違う媒体になってるじゃない、はいはいはい、で、たまたま須田とショートメールやってさ、横向きにしたの、携帯を。はいはい。そしたら手書きの、手書きでいけるよって出たの、画面が。はいはいはい、はい。で、手書きでこうやって書いたら線が書けたの。はい、はい。あ、へえってって送信をしたの。そしたら送られちゃったの。そしたら賃金をやめろってお前が。僕は。いや、そうなんですよ。僕はそんな毛を送ったわけではなく。いや、どう見たって賃金なんですよ、あれ。で、そっからですよね。連絡事項があったら最後に賃金送るっていう。そう。で、賃金やめろで終わるっていうのが。うん、そうそうそう。毎週室さんから賃金が送られてくるっていう。で、でさ、ちょっと誕生日の時は、須田おめでとうって、ちょっと手書きで送ってみたんですよ。その時だけ、スルーしやがって。すいません、気づきませんでしたって3日後ぐらいに来たけど。
3日間俺の気持ちを返す。ごめんなさい、それはすいませんでした。うん。チンゲじゃない、須田おめでとう送ったの。ありがとうございます。いいで、ムロさんのスウェットもね、ちゃんと作ろうと今してます。そう、それ言ってくれてた。なんだっけ、宇宙の仕事やった時ですかね、アマゾンの、ね。これほんま申し訳ないんですけど、説明すると、うん、約2年前。2年も経つかな ?1 年ぐらいじゃないか。1年前の、うん、前の誕生日ですかね、だから、ムロさんの。前の誕生日の時の。で、1年と数ヶ月前の時。そうね、そうね。に、ちょっと宇宙の仕事っていうのを一緒にやらせていただいてて。ね、今でも配信してるもんね。そうそうそう、ね。今でも見れるもんね、今。ムロさん主演のね。アマゾンプライムの、あ、僕主演でね。ね。ね。いや、あれの二郎さんとの二人の絡みはやっぱり。ありがたい。あれは面白かったっす。ありがとうございます、ありがとうございます。本当に。いや、あの時と須田と角剣とかはもうすごいなと思いましたよ。いやいやいや。あの戦いも。俺だってなんかもう、ムロさんバーサス、ジローさんが、もうウルトラマン対仮面ライダーみたいな。言い過ぎですよ。感じでしたもん、俺。いや、悪い気はしないけども。じゃあ、話が逸れた。あ、なんだっけ、誕生日ね。あ、そうそう。その時やったのが誕生日、そうそう。その時、ムロさんが誕生日で、いつも可愛いスウェットを着てるから、うん、僕作りますよ。そうそうそう。俺、スウェットパンツばっか履いてたんだよね。で、寸法も測らせていただいて、うんうん、わざわざ。あ、測ったじゃない、そうそうそう。うん。そっから今1年とちょっと経って。だいぶ経ってるね。そうなんですよ。もう一回、だいぶ誕生日祝いに来てくれてるもんね。そうそうそう。今年のね。誕生日プレゼントを作りますよっつって、うん、次の誕生日来ちゃったからそれはね、そうだ、鋭意制作してるんですね、はい、制作してるんですね、やっと記事を買ったとか、あ、はい、ちゃんとあれ、これ音楽になってるの、これもうすぐ CM に行くという、なるほど、一度音楽になるとね、わかりました、わかりました、なんで、ね、楽しみにしててください、絶対本当に、本当に期待してるから、ね、本当に、うん、そうやって若葉龍也は今1年半待ってるんです津田まさきです。今日のゲストはこの方、ムロツヨシさんです。ムロツヨシです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。リアクションメール来てます、ムロさん。え、リアクションメール？はい。ラジオネーム、京一郎さんから。おろ、京一郎。うん。いやいや、ムロツヨシだがなんだか知んねえけどさ、うん、メールの内容先に言うなよ。素人がラジオ出てんのかよ。京一郎京一郎おい、京一郎もっと来い、この野郎京一郎もっと来い、この野郎他に言いたいことねえのか、京一郎噛みついてきますねおい、京一郎来い来いおい、俺もう今日レモンサワー5杯ぐらいもう飲んでんだぞそんな酔ってたんですか飲んだ後ね、飲んだ後よ。だからこれ中は飲んでないけどね。うん、そうそう。今日ちょっと空き時間があったからさ。飲んでるから何なんすか飲んでるレモンサワー5杯飲んでる俺は、京一郎、この野郎。俺はレモンサワー5杯飲んでるぞ、もうこの野郎、京一郎。飲むと怖いのかな、何なの、強いのかな。さあ、今日はテーマがですね。はい、うん。我こそは侍という。我こそは侍。侍スピリットを持った侍リスナーから、うん、いろいろメール届いてますんで、うん、読んでいきます。お願いします。はい。侍スピリット。侍スピリット。うん、だから、判定してください。あ、こいつは侍だな、みたいな。あ、なるほど。判定していいんですか？はい。オッケー。ラジオネーム、プリンステッキ。プリンステッキ。みんなでボーリングに行った時、うん、男なのに、両手で投げたり、カーブかけたりする、うん、ふざけ方をする人がいたら、うん、いたら、マジトーンで、いや、それボーリング場に失礼だからやめてって言います。ああ。ちょっと、おかしくない？ボーリング場失礼ではないでしょ、だって。カーブかけたりするのってプロでもやることでしょだからあれじゃないですか、なんか、5本指のやつとかで。ああ、なるほど。あと両手持ちのカーブね。そういう。そうね、ちょっとこう、上げるのはダメよね。ボールをちょっと、上げちゃう、ね。ドンみたいな。ドンはね。ああ。で、結果、ピンを狙わずカーブかけたいだけの、結果が、まあ。正義感は強いけど、侍まではいかないかな。あ、なるほど。うん。正義感プラス何かがあって、侍なんじゃないかなって思います。強しです。ああ。強しさん的には、まだ侍と言えない。まだ言えない。なるほどね。まあ、ちょっとレモンサワー足りないかな。レモンサワー足りてるでしょ。まだ飲む気ですか。プリーズデッキが。なるほどね。うん、うん。でもこうバシッと言えるのはかっこいいですけど、ね。いや、言えるのはかっこいいと思いますよ。何でも。男として。マナー違反とか言うのはいいなと思う。言えます？言えるとは言い切れないよね。あ、やっぱりここで言ったら空気悪くなるよなとか考えちゃうもんね。確かに。そうですね、うん。でも言わなきゃなっていう時は言うよ。言えます？ちょっとおかしいんじゃねえかなっつって。あ、うん。あ、でも俺、結構こう、何とか飲ませていただいてるじゃないですか。はいはい。福田さん家とか。うん。まあ、この銀玉の監督、福田さんの家とかで、うん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 、その時に室さん結構寄ってくると覚えてるかな、うん、結構真面目な話。
始める時の、うん、ちょっとヒゲの生えたムロさんが俺かっこよくて。ちょっとバカいじってきてるじゃん、それ。いじってないですよ。ああ、そうですか。そう。俺はこうしていきたいんだ、みたいな、こう。そんな、ありました？そんな飲み。ありましたよ。そうですか。なんかこう、いや、素敵だなって思いました。なんか、自分が、CM とかを撮った時に、うん、その、社員の方とか、うん、お世話になった人とかに、こう、ご馳走したりとか、うん、なんか、嬉しかった、みたいな、うん。このために頑張ってきたんだな、みたいな話を。うん。じゃあ次行こう。次行っていいよ、須田くん。いいです。もうちょっと喋る、大丈夫ですか？全然大丈夫、全然大丈夫、須田くん。次行っていいよ。ラジオネーム、ベインさん。ベインさん。ベインさん。ベイニー。ベインさんですね。俺は、ベイン。オッケー、ベインさん。ベインさん。ごめんね、止めちゃって。大丈夫です。ラジオネーム、うん、ベインさん。俺は、来たる女とのデートに、完璧な髪型で行くために、うん、毎日、お風呂場でワックスをつける練習しています。ワックス買うとき、すごく緊張しました。ちょっと侍かな毎日練習してる。だって、まださ、来たる女とのデートの。まだありません、この人多分。そうだよね。はい、だけど今から練習してるんでしょ？練習してる。俺すっごいわかるの。俺、テンパだからワックスうまくできないのよ。なるほど。わかります？なるほど。確かに練習は必要だと思う。バシッと決めなあかんときに。そう。もう絶対、そう、バシッと決めなきゃいけない日がうまくいかないの、やっぱり。あー、なるほど。何気なく、こう、簡単にワックスつけて、わ、ガシャーってやった時の方が、なんか良かったりもするの。しかもそれプラス、この多分思春期の初デートとかを夢見てる。いい。時期ですよ。いい。で、お風呂場でやって、お風呂場で。練習して、髪の毛洗う。すぐ洗う。あー、いいですね。かわいいですね。侍候補ってことだよね、だからね、もうなんかね。そうですね、うん。確かに。侍になるための準備をしています。もう素振りはバンバン。素振りは。準備ができてる。豆できる。あとは戦った後侍になってると思うわ。そうですね。うん。確かに。もう、10年後とかには。もう侍ですよ。元服前ですね。うん。もう、で、もう、で、女性とデート2回目3回目でまた違う練習をしてると思うんだ。あ、その頃には。うん、ベインは。どういうことですか？いや、だから髪型だけじゃなく、今度はいろんな練習。要は、今度はどうやって、この2回目のデートどうしようかとか、なるほど。やっぱ最後的にはそのベッド。なるほど。二人でベッドになるためには、ベッドインするためには、っていう練習をお風呂場でするんだろうな。なるほどね。もう侍の道をどんどん行っていく。なるほど、ね。ベインすごいですね。でもこれハートとしては。ハートとしてはもう、侍です、ね。侍候補ですよ。すごい。うん。かっこいいな。これ見習わなきゃいけない、ね。見習わなきゃいけない。そういうの必要だよ。必要っすね。うん、してますそういうの。練習来たる日のために、村さん。ベッドインの練習とかですね。でも確かにこう、何かのために、だって僕ら仕事では、うん、なんかこう取得しなきゃいけない技術。まあ、そうですね。あるから、ね、練習するじゃないですか。うん、練習する。でもこう、プライベートのために練習って確かに。何にもしてないかね。しないっすよね。しないかな。そこの緊張感ないっすもんね。ないなぁ。いや、でもやっぱりその思うじゃない。役者として乗馬やった方がいいとか、盾とか所作とかね。もう仕事ない時はやった方がいいって言って、もちろんやろうとする気持ちあるけど、本当にじゃあ行動するかって言ったら、まあね、その、目の前の仕事に追われちゃったり しますから。そうですね。行ってもまあこう、いい休日を過ごそうぐらいなテンション。なっちゃいますよね。なっちゃいますよね。いや、これは。見習わなきゃいけない。武士ですよ。便宜を。続いていきます。はい。ラジオネーム、ジャンケイジャン。ジャンケイジャン。俺、うん、女の子とカラオケ行ったら、うん、レディーヘッドとか、うん、難しい洋楽入れて、うん、それを歌詞見ないで歌います。あんまかっこよくねえな。聞くんだよ、俺。たまにいるじゃん、そういう子。いや、いいんだよ。楽しそうにしてくれればいいんだけど、俺かっこいいでしょ、オーラ出されると、一気にリアクション困るんだよ。下手くそでも、下手くそでもさ、ね、楽しそうに歌ってくれれば、そうですね、ちょっとそこにいますけど、うちのマネージャーが、はいはい、北海道出身で、グレーを歌ってくれるんですよ。お全然うまくないんですよ。おだけど、すごい気持ちよくマイクをこの小指のところに挟んで、わかる、ロック持ちやって、それがね、本当に酒が進むの面白いなぁ。なるほどね。楽しいし、気持ちいい。楽しいの。好きだっていう感じがこうね。そう。そういうのだったらいいのよ。で、歌詞見ないのよ、たまに。で、それちょっとイラッとするんだけど。
なるほどね。でも洋楽なんでしょ、しかも。そうですよ。あー、リアクション困るよね。あー、そうね。でも正直、須田さんからしてみてどうですか？これ侍ですか？いや、俺が評価したいなっていうかすごいなと思うのは、うん、家で練習してんだなってところ。あー。そっか、それはそうだよね。そこがやっぱり武士ですよ。そっか、来たる日のために。そもそもベインに通ずるものはあるもんね。ベインに通ずるものありますよ。かっこよくないですか？家で、今度これを歌詞見ないで歌おうっつって何回も、それこそお風呂場で、口ずさんでるわけですよ。その努力を笑えるのかって言われたらちょっと僕は笑えないです。そうだな。はい、笑っちゃいけないな。はい、ただリアクションには困るね。確かに。そうだよね。そうですね。女性は喜ぶのかな？やっぱり。あ、でも、どうなんでしょうね、うん。やっぱ洋楽ってとこがポイントですけどね。ああ、そっか。英語の発音とか。そうだよね。多分この感想のちょっとこう、なんていうんですか、シャウトする、とことか。ああいうところか。もう多分完璧にやるんですよ。うん、俺はトータス松本さんの前で、はいはいはい、トータスさんの歌ったことあるんだよ。それこそ最初英語から始まる、どの街ばヒストリーっていう歌があるんだよ。それを聞いた、しばらく聞いたトータスさんが、ヘッドクソやろええかげんせって言われる。愛があるな。愛があるな。愛があるな。その勇気が買ってくれるでしょ、勇気は。いや、そういうことですよ。それ侍、本人の前で。確かに。歌う勇気。うん。で、絶対笑ってくれるでしょ？そう、絶対笑ってくれる。あ、それはいいっすね。その勇気は買ってもらったよね。その下手くそだなは嬉しいっすね。そう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 。いや。でも全力で歌いましたよ。いや、いいっすね。うん、それは侍っすね。侍です、それは。確かに。ああ。でもまあ、ちょっと見習いますわ、じゃあその。そうですね。洋楽っていうのはあんまり。そうですね。まあ、きっとその、後日、うん、話題で持ち切りですよね、彼は。そうです、そうです、ね。きっと、うん。ちょっと、室ヶ瀬はちょっと僕聞いて、みたいな。英語の歌なんか歌詞見なきゃ出さないんだけど。出さないんだけど。砂がやったって言われる。ちょっと弾いたんだけど、みたいな。そうですね。ちょっとね。ちょっとね。まあでもやっぱ、ちょっとね、かっこいいっすよ。うんうん、じゃあ続いて。はいはい。東京都。うん。ラジオネーム、何ぬねノーブラ。あ、何ぬねノーブラ。拙者は、お、生まれは育ちも、日本の都、江戸。うん、何ぬね、ノーブラ、ノスケと申します。うんうんうん。拙者は、おうおう根っからの侍リスナーと、なので、うん、週刊誌の袋閉じを、うん、定規で一刀両断、うん、綺麗に開くことができるのでござる。うん、行くぜおう悲喜おう一刀流女優のヌードを見たいんだフラッシュおうよし、頑張ってください。これからも頑張ってください。応援してます。あれ、一刀両断って言うんですね。上下で。上下でやる。いや、本当に、頑張ってくださいね。はい。そうですね。そうですね。何ぬね、ノーブラ。ね。そこ人前でやってるわけですから。ハンモックってさ、見た目とは裏腹？めちゃくちゃ寝づらいじゃん。そういう気持ち絶対忘れんなよ。菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉です。今日のこの時間は FM93 AM1242 日本放送キーステーションに全国ネット、菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。今日のゲストは室剛さんです。室剛です。今 CM 明けなんて言ってたの？なんか CM 明けなんか言ってなかった？あ、ジングルで。ジングルです。うん、うん、ジングルで。いや、ハンモックって、うん、裏腹。うん。だよねっていう。そっかそっか。オッケー、じゃあ。そういう気持ち忘れなよっていう。おう、おう、オッケーオッケーオッケー。なんか言ってそうで何にも言ってないジングルっていう。オッケーオッケーオッケー。そう、俺もたまに、あれね、言うやつね。リアクションいっぱい来てますよ。あ、リアクション？はい。リアクション？みんな、ムロさん大好きです。え？兵庫県ラジオネームドスコイパンダさん。うん。須田くん、ちょっと言いにくいんだけど、うん。ちょっとうざくない？ほら。いや、こいつめちゃくちゃ喋んじゃん。うん、うん。ぐいぐい来んじゃん。うん、うん。完全に日本放送にはまりに来てんじゃん。うん、うん。あれだ。出禁にしよう。ムロ、出禁決定って。文化放送にはまってんだよおい、出禁にしてみろ
お前が決めんじゃねえ。じゃあ、まだ室さんできんじゃないですよ。どうすこいパンダ。まあ、リスナーできないともしかしたらできんなのかもしれないですけど。おー、いいぞ。おー、いいぞ、それは。それはもう、それはみんなの気持ち汲み取ろう。できんじゃないですよ。うん、あと、千葉県ラジオネーム、醤油マン。うん。ムロツヨシ。お、ムロツヨシです。もう呼び捨てですからね。うん、それも慣れてる。慣れてる。街中でもうずっと一緒でムロツヨシ、ムロツヨシ、ムロツヨシ。あ、本当すか？そう言われる。だけど悪意がないムロツヨシね。ああ、でも、うん、なるほどね、うん。芸能人のこう、呼び捨てって結構、そうそうそう、愛ありますもんね。そうそうそう。愛着がね。ムロツヨシ。うん。自分のゲストとしての弱さを自覚してんだったら、うん。長澤まさみ連れてくるぐらいの奴隷を見せつけろや。うん。お前テレビでいつもピチクパチクしてんだから、うん、おしゃべり大得意だろっていう。うんうん。あの、本気で喧嘩売りに来てる。だとしたら、本当に今からマネージャーさんにちょっとお酒を買ってきてもらうか。こいつ失礼。まあでもね、いやいいです。失礼な人多いです。あ、確かにでも自分のラジオの時はこんな言われようはなかったから。あ、本当ですか。新鮮だね。俺に対してもみんなこんなんですよ。あ、そうなんだ。すごいみんな強いんだね、言葉が。みんな強いっすよ。ええー、最近ほら、その SNS でもこんな強い言葉言う方あまりいないから。ああ、攻撃、ね、そうかしてくれる方いないから。だって、この俺のラジオのことを、よだれべちょべちょアホラジオって言われてます。あ、そんなこと言ってんの？これ、みんな？みんな。この、醤油マンも？あ、何？ラジオネーム、京一郎。お、来た京一郎おい、一郎なんだ京一郎これ。今結構バチバチしてますからね。おい、京一郎なんだ。ちょっとこれ緊張しますね。おい、おだ。ムロツヨシだかなんだかマジで死んねえけどさ、来いよ来いよとか、負けのプロレス放棄して、イキリ散らしてんじゃねえよタコ野郎が、酔っ払ってくる俳優の感じも出てんじゃねえよ、そういう俳優8兆万人いんだよ、有楽町一周して夜風当たってこい。はい、わかりました。ちょっと長いな。ちょっとね、ちょっとね、今日一郎で、こういう時ってね、短い方がいいと思うんだよ。それで言い合いっていう、その、詰め込みすぎちゃダメなんだよ。ごめんなさい、俺の読み方はあれでしたけど、ちょっと長かった。ちょっと長かったかな。確かに。そうね、俳優の酔っ払ってくる感じ出してんじゃねえよぐらい。出会いまでがよかったな。8兆万人がちょっと、負けのプロレス放棄してっていうのはどういう意味なの、これは。だからプロレスの一回負けるくだりみたいな、こう、見せる。ね、そうか、はい。ごめんな、あんまり理解しないけど。京一郎、ちょっと、一回ごめん、休んじゃうけど。ラジオネーム、ダンサーインザパーク。おい、ムロツヨシに失礼なこと言ったやつ誰だよ。おいいぞ。そんなこと言っちゃダメだよ。うん。せっかく深夜に来てくれたんだからさ。うん。うん、さて、僕は、七尾さんにケツを蹴られた後、うん。おい、そこで踊れよって言ってもらいたいのですが、うん、ご検討よろしくお願いしますっていう。いや、それは俺に言われても。それは俺に言われてもだけど。どれ無駄な。どうしますか、須田さん。一応やっぱり、一応僕がお願いした通り、今、山田孝之さんから電話が、かかってきましたけど。これ今もう、聞いてるんですか？これ、この人聞いてますね。で、喋れますね。これは、どう、電話かかってきたんですけど、繋げられます？スピーカーでこれ流す。スピーカーで流しても大丈夫なもんですか？そう。マジ？高之さん喋れます？あ、もしもし？うん。これ聞こえます？皆さん聞こえますか？もっと近づいて。はい。聞こえますよ。高之さん聞こえます？皆さん、うん。16日にちょっと和食探してるんですけど、うん。なんかいいとこ知ってます？日曜なんです。日曜結構和食で。おい。でも結構、こういうとこなんだよ、ほんと。こういうとこなんで。でも大体人数言ってくれれば俺が取っとくけど。いやだからそれ後でやって、本当に。山田。個室なんですけど。大丈夫、大丈夫。大体もう3件ぐらい。山田。室。そうなんですね。うん、大丈夫。じゃあそれ、何件かできれば3件ぐらいあるといいんですけど。あ、いつも通り、山田さん食事帰るときの通り3件ぐらい送って。山田さん。はい。時間に限りがあるんですよ。結構台本的に室さんも帰るくだりになってます。何高木何一人甲殻類アレルギーがいる。知らねえよ、甲殻類。そこだけ。甲殻類アレルギー知らねえ。それも店にちゃんと言えるから大丈夫。うん、はい、それだけお願いします。で、カニは、うん、火が通ってれば大丈夫です。オッケー、わかった。火が通ってる。カニクリームコロッケのお店があるからそこ紹介するわ。はい、じゃあお願いします。はい、了解です。はい、失礼します。はい、失礼します。だけ切りましたね。はい、だけ？もう終わり？あ、今は多分終わりました。電話連絡。はあ。山田さん。こういうことですね。
山田さんの。うん、そうですね。絶対和食屋探してねえもん。あの人。16日だ。探さなきゃいけない。4人だ。もうあいつのお願いだから聞かなきゃいけない。もう日曜日やってる。後でやったらいいじゃないですか。もう今日検討ついてんの。もう2件ぐらい。あ、もう？もう検討ついてる。うん。火が通ったカニだったら大丈夫。知らねえ。こういうとこなんだよなぁ。あ、こういうことね。こういうことなんだな。これが出来になった。これ出来になった言われです。なるほどね。はい、あららららら、そういうことね。やっぱ出来んだわ、山田さんは。あとね、一応ね、はいはい、長澤まさみさんが聞いてくれてるみたいです。え、今これを？あ、今これを。長澤さん聞いてるんですか？メールいただきました。なぁ、聞いてます。ラジオ聞いてますって。今、ナウで。ラジオ聞いてるよって来ました。あら。うん、長澤さん電話くれないのかな。長澤さん電話、あの、繋げたら繋げたり、またいろいろ。そうですね。すねちょっと、いろいろそうですね。山田は大丈夫です。そうですね。山田は何かと言えば大丈夫なんです。ごめんなさい、ごめんなさい。そうでした。うん。山田は大丈夫です。そうですね。いろいろね。うん。じゃあ、元に戻しますか。さあ、で、山田の時間も終わりましたけども。はい、そうですね。うん。室さん、あれなんですよ。何？予定的にはここでお別れみたいなんですか？ああ、そうなんですか。どうします？あ、います。あ、ほらもう、ほら、もう CM に、おそらくディレクション側もまだいさせようと。そうですか、わかります、います。じゃあ引き続き、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。FM93 AM1242 日本放送キーステーションに全国ネット菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。そろそろ1時間ですね、うん、引き続き室さんもお付き合いいただくということで頑張れ頑張れ菅田将暉。さっきのあの山田さんの電話に関してリアクション来てます。はい、ラジオネーム、金長民さんから。金長民山田海輝、和食とか死んねえよ。 お前は2チャンネルでスレの住人に飯は聞いてろっていう、うん。あ、山田さんにまで噛みつくんですね。もうこちらのリスナーさんは。だいぶ強いですから。セリザワはすごいぞ。セリザワとか言ったらみんな見ちゃうから。あ、怖い人だってなっちゃうから。山田孝之は、ね、他にいろいろ。ラジオネーム。はい。明太子定食。明太子定食。室津市帰れよ。ほら。明太子定食。なんで本当に山田孝之に電話かけてんだよ。ビビって正面もう。かかってきたんです。ちゃんと聞いててください。かけるようなことはしません。ビビって正面漏らしちまったじゃねえかよって。あ、そうなんだ。かわいいな。そんで、うん、飯の打ち合わせするだけってなんだよ。うん。室のせいで、シーツが無駄におしっこでびちょびちょじゃねえかよ。あらら。お前もに、できんだって。なんかかわいいじゃねえかよ、なんか。そうですね、逆にかわいいじゃねえかよ。あ、うん、ラジオネーム、京一郎。おい、京一郎来た。おい、どうした、再戦だ。本当にすみませんでした。大好き。しかも一言。素晴らしい。短めに。素晴らしいシフトチェンジ。アドバイスを聞いて。しかもそこで喧嘩じゃなく謝る。なんか侍。侍。侍。これぞ侍。侍なのか。侍って謝るか。いやいやいや、お、素晴らしいですね、京一郎。そうですか。うん。あ、本当ですか。ちょっと心の底から笑いました。楽しいですね、ラジオ生放送。楽しいですね、やりとりがね。うん、ということで、じゃあこれから2時台も、はい、よろしくお願いします。受付メールアドレスはsuda@allnightnippon.com sudaatmarkallnightnippon.com です。ではここで一曲、今週のオールナイトニッポン一押し曲です。はい、ニトロデイで青年ナイフ。わ、弁当ちっちゃいね。ご飯ちょっととブロッコリーとウインナーと卵焼き。わあ、少ないなー。あ、ダイエットしてんだ。そっかそっか。あと何キロ落とすの？ 3 キロ？そっかー。まあね。痩せることは悪いことじゃないけどね。でも、これは、個人的な意見だけど、なんか俺は、好きな子が、この世から1グラムでも減っちゃうのは、もったいないっていうか、耐えられないんだよね。
俺はだよ。あ、あと、これだけは、絶対に忘れないでほしい。お弁当って国だから。菅田将暉のオールナイトニッポン。じゃあ、さっき言ってるね。津田まさきです。今日のこの時間は、FM93M1242 日本放送キーステーションに全国ネット津田まさきのオールナイトニッポンをお送りしています。よ。頑張れ、頑張れ。なんか今 SNS 等がね、はいはいはい、荒れてるらしくて、どうやら、山田孝之さんのマネージャーさんが、はいはいはい、つぶやいてますね。つぶやいてるんですかね。はいはいはい、山田ラジオ出ちゃったよ。ムロツヨシめという。そうです。お怒りです。何やってくれてんすか。山田のマネージャーお怒りです。怒られるのこっちなんですからね、マジで。本当に。お怒りでございます。やだよ、ムロさんのせいで怒られるの俺なんだから。本当に。ムロさんが勝手にやったことですからね。いやいや、違う違う。私はただ、山田孝之に次ぐ電話をくださいって。それじゃ本人の意思でかけてきた。生放送中にかけてきたわけだから、彼が。やっぱ山田さん、出禁だな。リアクション。あ、リアクション。してますね。はい、ありがとうございます。千葉県ラジオネーム、ゲスパ。ゲスパ？ゲスパ。ゲスパ。え、長澤まさみさん聞いてるんですか？おーい、長澤さん。好きなフルーツとかありますか？おい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 。この思い届けかわいい。すいません。長澤まさみさんに次ぎます。すいません。ちょっと好きなフルーツだけメールいただいてもよろしいですか？お願いします。お願いします。お待ちしております。すいません。お待ちしております。皆さんドキドキして。長澤さん聞いてるって。好きなフルーツ聞いてるの本当に。聞きたいんですよ。聞きたいんだよね。なんだって知りたいんですよ。そりゃそうだ。まさみさんの。知りたい。じゃあ、コーナー行っていいですか？コーナー行ってください。行ってください。じゃあ、こちらのコーナー参りましょう。はい。100% 漫画ということですね。こちらのコーナーではリスナーの皆さんから 100% 漫画にいるキャラクターや、うん、100% 漫画内で起こる展開、おうおうおう、 100% 出てくるシチュエーションなどを、うん、まあ、送っていただきたら紹介していく。なるほどなるほど。まあその漫画あるあるですね。なるほどね。で現在テーマは少年バトル漫画です。バトルのもね、漫画結構読みます。僕はね、高校生ぐらいまでしか読んでないです。なるほどなるほど。あんまり詳しくないんですよ。あ、でそれもまあ判定というか、うんうん、まあ分からないで分からないでいいですし、うん、でまあこの銀魂もね、うん、漫画で、あ、そうですね、はいはい、少年バトル漫画ですし、うん、ある種、あ、そうかそうか、まあ、ギャグでもありますけど、うんうん、それも踏まえ、はい、やっていきたいと思います。やってってください。では紹介していきます。お願いします。千葉県ラジオネーム、サイモンスミスと踊る馬、うん、よく笑うすげえでかいマッチョな敵、うんうんうん、よく笑う、うん、100%近距離から放たれた弾丸を歯で止める、うん、歯でね、歯でニカーッつってこれ弾丸を止めてるっていう。おー、それはどうですか。これは結構あるあるなんですよ。あー、なるほど。 100% です。これはもう結構王道の 100%。 そうですか、はい、おららら、あんまりちょっとわかんないな。あ、本当ですか。結構筋肉バカに見えてバキとかそういう世界に出てくるて。あ、まあ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 、そういうことなんですけど、響いてないっすね。そうだね。響いてないっすね。今はでも今のは、ちょっと俺が、その、ね、そんな漫画詳しくないから、ちょっとあるあるについていけなかっただけだと思う。次から大丈夫だと思う。いけますかね。いけるいけるいける。なるほど。うん。なんだろう、例題でなんかな。なんか、こう、よく漫画で、こう、主人公いて、ヒロインいて、うん、で、3番目、4番目あたりにだいたい金髪のやつがいたりとか。ああ、わかるわかる。わかります。ああ、わかります。わかるわかる。ほんでやっぱ、マッチョなキャラがいたり、ほんで、なんかわかんないけど喋る動物が出てきたりするっていう。喋る動物最近出てくるの？あ、これわかんないか。そこラインだったんだよ。喋る動物最近出てくるの？あ、そっか、そうなんですよね。喋るの？なんかこう、なんかわかんないけど、組織のボス的なやつがなんか喋るネズミだったりするんですよね。へぇー。フクロウが喋ったりとか。広がってるね、世界。まあまあ、そんなか、今なんか、腹筋がね、ピキって痛かった。やめときます。全然大丈夫。もう一個、もうちょっと言ってみて。もう一個言ってみて。100% 漫画の世界のコーナーですから。まあ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 、僕のほんと趣味のお付き合いなんでね、申し訳ないですけど。そうですね。はいはいはい。宮城県、うん、ラジオネーム、無茶しやがるさん。うん。自分の影を
自在に操って戦う敵。もう一回いい。もう一回。人間って影。うん、影。ね、光が当たると影。影はできる、影はできる。その、うん、自分の影を自在に操って戦う敵。ジョジョの世界ってこと？あ、まあまあ、ジョジョの、そうですね。その、まあ、スタンド。今ね、影も操れるの？今の世界は。まあそうですね、影を操る敵っていうのもいるんですよ。へぇー。で、その影になんかナイフとか刺して相手の動きを止める的なことも。影に？影に。あったりするんですね。まあ、その、進んでるね。その敵の 100% です、今から読むの。そこまではご理解いただけましたか？もちろん。ありがとうございます。ご理解しました。その影を使って戦う敵は、子供の頃、100% 周りと馴染めなくて、自分の影が唯一の友達。おー。暗い過去だな。そうなんですよ。ああ、なるほど。それが、いつの間にか喋ってるうちに仲良くなって影を操れるようになるって。だれ、まあそうですね。そうか。とか、まあ影を操れる一族的な、こう、ちょっと特殊なね、家系で、周りとちょっと距離があったり。はい、いや、でも分かるよ、分かるよ。分かります、うん、お何パーっすか何パー一応 100% 漫画なんで、うん。うわ、これ 100% だなっていうのでやってるんですけど。なるほど。はい。100% ではないけど、分かる。65% ぐらいある。65% ぐらいある。ああ、近づいて、いける。あります。ラジオネーム、スルメ。スルメ。悪い博士の作った薬によって、凶暴化した敵から。おう。100%、一番初めに、その自分の生み出した、凶暴化した敵キャラによって、舞い上がってる博士は殺される。ああ、わかる。俺今もう先読めたもん、途中から。これ博士殺されるんだから。100%。イエーイ。それはもうわかりますよ。わいいですね。いや、大丈夫です。ありがとうございます。まさか 100% 漫画をゲストと共有できるとは。これはね、本当に、これも なんか読んでんだろうね。なんかこう、マッドサイエンティストの松野っていうか、そう、これあるあるですよね。最高傑作だー素晴らしい。わかります。いいですね。よかった。あ、これもっといけんじゃないですか。いける。じゃあちょっと行きましょう。ちょうだい。漫画の100%ちょうだい。鳥取県ラジオネームなんだかんだみんな。世界を裏から牛耳っている組織の幹部。100% 真っ暗な空間の中で、筒状の光を浴びながら、輪になって会議している。これは、なんとなくわかります。わかります。わかる。これはその、闇の世界を描く、その映画のこととかでもよくあるもんね。確かに。そういう。ヒーロー映画とかでもありますね。そういう演出をされますよね。確かに悪い奴だってなんか暗いとこで会議してるんですよ。そう、暗いとこで会議して顔がみんな見えないんでしょ。そう顔、下半分ぐらいしかみんな見えないで喋ってんだよな。そう幹部たちは。で、後にそいつらが出てきた時に、シルエットが一緒で、あ、こいつだったんだ。そう。実は身近にいたんだよな、その幹部が。そう、身近にいたりもします。仲間の中の一人が実は幹部だったりする。半分顔隠れてたやつだったりするんだ。おっとな、ムロさん。いや、対応力。さすが。対応。いや。まさにこういうコーナーなんですよ。うんうん。それをやってこうっていう。うん。続いていきますよ。どんどんいきますよ。茨城市、ラジオネーム、デレクジーカ。おう。山で狼に育てられたキャラが、仲間になるバトル漫画。おう。100% 山で狼に育てられたキャラが、店に置いてあるバナナを、金を払わず食べて、主人公たちが店主に謝る展開が一度ある。ちょっと待ってください。バナナが、ちょっと、今、入ってこなかったです。まあ、確かに、その、僕もね、引っかかったポイントがあって、山で狼に育てられたキャラが仲間になる。うん、そんなない。そんなないけど。それはあったとして、ただその、野生児的なキャラが、なるほどね。その、飲食をね、無銭飲食しちゃって、そうか。他の奴らが、こう、尻拭いするみたいなことは、なるほど、あんまり。ありえるかな。ルールを、現代社会のルールを知らないよね。なんならそいつが主人公なのかなって。ああ、なるほど。これはね、ある。なるほど。ありますね。うん。現代社会のルールがわからないのはよくわかるよ。そうですね。育てられた子。結構こう、主人公って無茶しがちじゃないですか。しがち。なんか破天荒っていう。うん。ちょっとわかる。で、バナナがわからなかったらごめんなさい。よしひこの時もそうじゃなかったですか？結構よしひこが無茶するのを、そう。ヨシヒコは、ね、常識とはちょっとかけ離れたルールを持ってる子なので、それを私がこう、いなすというか、そうですよね。他の人との接点を作るっていう。まあ、要はそういうことです。はい。オッケー。それはまあ分かったよ。お。いけるよ。いけるぞ。みんなリスナーいけるぞ。同じ方ですね。茨城市ラジオネーム。デレクジーカ。あ、デレクジーカ。もう、パクってるね。タカ、ワシが、肩に乗っ
っているキャラ。だ 100%、美人を見つけると、目がハートになり、ナンパしようとするが、肩に乗っているわしに頭をつつかれるというお約束の流れがある。ちょっとご説明願うかな。今ね、そうかなと思って絵を描いておいたんですけど。それわかるよ。肩にわしの乗ってるキャラ。が、まあ、その。つつかれる。ああ、そうか。でも、でも、すみません、これ、俺も漫画結構好きなんですけど、このまま見たことない。そうでしょ。デレク・ジーカーは、アイデアはすごく面白いんだけど、あるあるではないってことだよ。オリジナリティがすごくあるよ、ね。いや、ただ、わしって限定するからそうなだけで、結構こう、相棒っていうのはね、いたりするんですよ、少年バトル漫画。ヨシコの紫でも見ましたからね。ああ、そう、そういうことですよ。語りましたから。だから、主人の、ちょっとしたこう、なんていうんですか、スケベ心とかに、突っ込む。突っ込むっていうね。ちょんちょんってやるってね。っていう、まあ、一つのこう、ボケと突っ込みが成立する。わかる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 。ことはまあありますね。うん。まあまあ、いけたんじゃないですか？うん。あ、いけた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 。ラストです。ラストラストちょうだい。これで乗り切れるかもしれないです。函館市、ラジオネーム、時をかける熟女。かけてんのかい時を。熟女はかけています。女子高生が、遅刻しちゃうと、食パンを加えながら、慌てて登校しているときに、曲がり角でぶつかってしまう異性。うん。それが後に転校生としてやってきて、学校で運命的な再会をするのだが、100% プールの授業で背中に竜の入れ墨を入れているあのドラゴンタトゥーの男であることが発覚する。前半すげえ古いな。前半の設定が古いな。ちょっと待ってよ、これなどこまで説明が必要だな。前半はもちろんわかりますよ。遅刻して当たるね、はい。あるあるですよね。ある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 。はい、ただその、背中に入れ墨を入れているドラゴンタトゥーの男。うん。高校が、まあその、プールの授業、学生なのにドラゴン。そう。ああ、そうか。そうなんですよ。これ説明しますと、この何週間にわたって最近ドラゴンタトゥーの男が流行ってんですよ。うん、ブームなんですよね。うん、このコーナーにおいて。そうかそうか、それ気づかなかった。ごめんなさい。それはね、それはそうなんですよ。うん。だから、これは僕もね、わかんないんですよ。本当に。でも彼はずっと毎週ドラゴンタトゥーをちゃんと押してきてくれてるわけね。そう、なんかわかんない。ドラゴンタトゥーの女って映画あったじゃないですか。ああ、あれありますあります。それもあって、その竜の入れ墨入れてる男って誰なんだっていう。ああ、はい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 。なんか。そういうことね。そうなんです。ただその竜の入れ墨入れてる男は、きっとサウナに行ってもタオルは使わないだろうなとか。そっか。そういうことでずっと毎週続いている流れで、これ、だからその前半はかなりほんと年をいってる方だよね。そうですね。結構しかも、少女漫画系っていうか。少女漫画系のかなりでも、だいぶ、1990年代の設定ですから。そうですね。2000年前ですから。まさかのドラゴンタトゥーの男乱入っていうことです。なるほどね。はい、いや、でもわかりました。楽しめましたよ。あ、ほんと。よかった。特に 100% のやつ。100%。結構 100% 来ると気持ちいいでしょ？そうそう、気持ちいい。闇社会のやつね、あれね。会議とか。会議とかね。すっごい出てくるもん、イメージが。博士が殺されちゃう、ね。博士が殺されやっちゃうやつとか。そんなこと。ありがとうございます。よかった。じゃあ引き続き、少年バトルの 100% を送ってください。はいはい、受付メールアドレスは、suda@allnightnippon.com。suda@allnightnippon.com です。うん、メールの件名に 100% 漫画と書いて送ってください。うん、どうしたんですか？あ、これ、長澤まさみさんから。はい。また。メールが。お知らせの後に お知らせの後に言いなさいよちゃんと何をにやけてお知らせの後になんで須田が喜んじゃってそれは嬉しいでしょそれは嬉しいでしょ須田まさきです。今日のこの時間は FM93AM1242 日本放送キーセーションに全国ネット須田まさきのオールナイトニッポンをお送りしています。今日のゲストは室津さん。はい、室津です。はい、来ていただいていますが、おい、室さんもそろそろ時間だそうです。いやです。いやですね。いやです。で、まあ、先ほど、長澤まさみさんが、ラジオを聞いてくださっているということで、そうですね。なんか質問がね、あ、出上がってきた。え、もしもし、もしもし、もしもし、ま、まさん。はいはい。あ、これ山田。すいません、何度も。いやいやいや。長澤がいいんだよ。長澤がいいんだよ。うん。お店もう予約しちゃいました？あ、まだね、してない。山田。あ、本当ですか？うん。山田！聞こえてるだろ。アレルギーのやつが、来れなくなったんですよ。あ、甲殻類のやつ来れなくなった。うん。はい。なんで、甲殻類のやつ。和食じゃなくて、
俺、もともとステーキ食いたかったんですけど。知らないよ。青木くん、ステーキで変更ね。知ってるでしょ、お店。うん。そいつ来なくなったんですけど、めっちゃ増えて。うん。それ、どうですかね、ステーキのお店で結構入れるとこってありますか？まあ、貸し切りで行けたら、うん。な、あ、そうか、ね、うん。何人だったら、じゃあ貸し切りでじゃあ、うん。16人ぐらいなんですか、ね、おちょっと探ってみるわ。何よ16人でステーキ食うことないの。1個思いつくとこあるから、日曜日で、うん、16人、うん、20人弱入れるところ。すごいな。うん、ステーキ、違う、違う、今、みんな長澤さん、うん、山田で取っとくね。好きなフルーツを知りたいの。うん。オッケーオッケー、わかった。はーい。はーい。はーい。ほんで、本当にそれだけだし。俺のこと全然反応してくんないし。俺のこと全然反応してくんないし。はいはいはい。ステーキに変わったんですね。ステーキ変わったそうです。16人の予約。知らねえよ。ステーキ屋さん16人の予約、私。これから。パーティーじゃないですか。これから頑張らないといけないです。あれですよ、うん。長澤さんの好きなフルーツは、はい、何ですかっていう。聞きました。そしたら。返信来たんですか？長澤さんからメールが返信来て、絵文字で来ました。お、なんて絵文字の発表、じゃあ須田さんからお願いします。何ですか？長澤さんは、桃が好きだそうです。この思い届け！長澤ふぅね、桃が好きだってことで。桃が好きです。ラジオネームヒーローちゃんから感想が。ヒーローちゃん、ヒーローちゃん。はい、ゲストとやる100番漫画ってこんな楽しいの？ほら！そうなの？いや、俺たち、山原高之の地獄しか知らないから。ほんとは楽しむべきなんだろうけど、なんかね、涙が出てくるの。ムロさんほんと楽しいよ。そうなんだ。よかった。ありがとうございます。それはそれは。いや、本当に。いやいや、いいんですよ、いいんですよ。ラジオネーム、トッチーゾさんから。トッチーゾ？はい、うん。今まで、野村周平とか、うん、山田孝之の、どちらけ俳優しか知らなかったので、ムロツヨシさんの素晴らしさが際立っています。どちらけ俳優、どんだけどちらけだろ。で、これ以上女性リスナーの好感度上がるの尺なんで、うん、帰ってください。なんだおかしいだろ。最後の扱い、なんだおかしいだろ。おかしいだろ、最後、どっちぞ。ラジオネーム、ボーカーボーイ。ボーカーボーイ。そういえば今日なんでムロツヨシ来たんだっけ？じゃあ、それはね、銀玉。銀玉だよ。そうですよ。銀玉だよ、それは銀玉。だってもう今週の金曜日。うん。7月14日に。そう。この映画、銀玉公開されますので。大事なこと、大事なこと。はい。須田が大活躍。いやいや、ムロさんも大活躍ですよ。ありがとうございます、そうですよ。どうですか、この映画。だから一番わかりやすく福田作品で一番吉井くんもそうですけど、はいはい、難しいことが一切ない笑える作品。まあもちろん銀魂の世界がそうだけど。まあそうですね。銀魂を実写化にできるのは福田さんしかいないと言わせた。そうですね。原作者の先生も。先生に言わせた、やっぱり福田雄一作品ですから、みんなやりきってる感がいいなと思いますね。そうですね。遠慮なく。うん、いや、俺は本当夢のような映画だと思いました。うん。本当皆さんぜひね、笑いに。笑いに来てほしいなと思います。ということで、じゃあ、ムロさん、また遊びに来てください。はい。じゃあ、今もいます。それ以上言うと出禁にします。わかりました。じゃあ、今日は帰ります。ちょ予約しなきゃいけないね。そうですね。今日のゲストは、ムロツヨさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。予約してきます。はい。ということで。会いに来てくれてるもんね。そうそうそう。今年のね。今年の誕生日プレゼントを作りますよ、つって、うん、次の誕生日来ちゃったから。それはね、そうだ、鋭意制作してるんですね。はい、制作してるんですね。やっと記事を買ったところ。ああ、はい、はい。ちゃんと。あれ、これ音楽になってるの？これ、もうすぐ CM に行くという。なるほど。一度、音楽になってね。わかりました、わかりました。なんで、楽しみにしててください。絶対、本当に期待してるから。本当に。そう言って若葉龍也は今、1年半待ってるんです。津田まさきです。今日のゲストはこの方、ムロツヨシさんです。ムロツヨシです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。リアクションメール来てます、ムロさん。え、リアクションメール？はい。ラジオネーム、京一郎さんから。おろ、京一郎。うん。いやいや、ムロツヨシだがなんだか知んねえけどさ、うん、メールの内容先に言うなよ。素人がラジオ出てんのかよ。京一郎京一郎おい、京一郎もっと来い、この野郎京一郎もっと来い、この野郎他に言いたいことねえのか、京一郎噛みついてきますねおい、京一郎来い来いおい、俺もう今日レモンサワー5杯ぐらいもう飲んでんだぞそんな酔ってたんですか飲んだ後ね、飲んだ後よ。だからこれ一応飲んでないけどね。そうそう。今日ちょっと空き時間があったからさ。飲んでるから何なんすか飲んでるレモンサワー5杯飲んでる俺は、京一郎、この野郎。俺はレモンサワー5杯飲んでるぞ、もうこの野郎、京一郎。飲むと怖いのかな何なの強いのかなさあ、今日は、はい、テーマがですね、うん、
我こそは侍という。我こそは侍。侍スピリットを持った侍リスナーから、いろいろメール届いてますんで、読んでいきます。お願いします。はい。侍スピリット。侍スピリット。だから、判定してください。あ、こいつは侍だな、みたいな。あ、なるほど。判定していいんですか？はい。オッケー。ラジオネーム、プリンステッキ。プリンステッキ。みんなでボーリングに行ったとき、うん、男なのに、両手で投げたり、カーブかけたりする、ふざけた方が、ふざけ方をする人がいたら、うん、いたら、マジトーンで、いや、それ、ボーリング場に失礼だからやめてって言います。ああ。ボーリング、ちょっと、おかしくない？ボーリング場に失礼ではないでしょ、だって。カーブかけたりするのって、プロでもやることでしょ？だから、あれじゃないですか、なんか、五本指のやつとかで。ああ、なるほど。あと、両手持ちのカーブね。そういう。そうで、ちょっとこう、上げるのはダメよね。ボールをちょっと、上げちゃうと、ね、ね、ドンみたいな。ああ。で、結果、ピンを狙わずカーブかけたいだけの、こう、結果が。正義感は強いけど、侍まではいかないかな。あ、なるほど。うん。正義感プラス何かがあって、侍なんじゃないかなって思います。強しです。ああ。強しさん的には、まだ侍と言えない。まだ言えない。なるほどね。ちょっとレモンサワー足りないかな。レモンサワー足りてるでしょ。まだ飲む気ですか。プリーズデッキが。なるほどね。でも、こう、バシッ大好き。しかも一言。素晴らしい。短めに素晴らしいシフトチェンジ。アドバイスを聞いて。しかもそこで喧嘩じゃなく謝る。なんか侍。これぞ侍。侍なのか。侍って謝るか。いやいやいや、素晴らしいですね、京一郎。そうですか。うん。あ、本当ですか。ちょっと心の底から笑いました。楽しいですね、ラジオ生放送。楽しいですね、やりとりがね、うんうん。ということで、じゃあ、これから、2時台も。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。受付メールアドレスは、suda@allnightnippon.com、suda@allnightnippon.com です。では、ここで一曲、今週のオールナイトニッポン、一押し曲です。はい。ニトロデイで、青年ナイフ。わ、弁当ちっちゃいね。ご飯ちょっととブロッコリーとウインナーと卵焼き。わー、少ないなー。ダイエットしてんだ。そっかそっか。あと何キロ落とすの？ 3 キロ？そっかー。まあね、痩せることは悪いことじゃないけどね。でもこれは個人的な意見だけど、なんか俺は好きな子がこの世から1グラムでも減っちゃうのはもったいないっていうか、耐えられないんだよね。俺はだよ。あとこれだけは絶対に忘れないでほしい。お弁当って国だから。須田まさきのオールナイトニッポン。じゃあ、さっき言ってるね。須田まさきです。今日のこの時間は、FM93M1242 日本放送キーステーションに全国ネット須田まさきのオールナイトニッポンをお送りしています。よ。頑張れ、頑張れ。なんか今 SNS 等がね、はいはいはい、荒れてるらしくて、ええ、どうやら山田孝之さんのマネージャーさんが。はいはいはい、つぶやいてますね。つぶやいてるんですかね。はいはいはい、山田ラジオ出ちゃったよ。ムロツヨシめという。そうです。お怒りです。何やってくれてんすか。山田のマネージャーお怒りです。怒られるのこっちなんですからね、マジで。本当に。お怒りでございます。やだよ、ムロさんのせいで怒られるの俺なんだから。本当に。ムロさんが勝手にやったことですからね。いやいや、違う違う。私はただ、山田孝之に次ぐ電話くださいって。それは本人の意思って言ったんですけど。うんうん、まあ、それわかるよ。肩に、わしの乗ってるキャラ。が、うん、まあ、その。つつかれる。ああ、そうか。でも、でも、すいません。これ、俺も漫画結構好きなんですけど。うん。このまま見たことない。でしょ。ディレクジーカーは、
アイデアはすごく面白いんだけど、あるあるではないってことだよ。オリジナリティがすごくあるよね。いや、ただただ、うん、その、わしって限定するからそうなだけで、うん、結構こう、相棒っていうのはね、うん、いたりするんですよ、少年バトルマンが。ああ、あの、ヨシコの紫にもいましたからね。ああ、そう、うん、そういうことですよ。小鳥いましたから。だから、その、主人の、ちょっとしたこう、なんていうか、スケベ心とかに、突っ込む。突っ込むっていうね。ちょんちょんってやるってね。っていう、まあ、うん、一つの、こう、ボケと突っ込みが成立する。わかる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 。ことは、まあ、ありますね。うん。まあまあ、いけたんじゃないですか？うん。あ、いけた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 。ラストです。ラスト、ラスト、ラストちょうだい。これで乗り切れるかもしれないです。函館市、ラジオネーム、うん、時をかける熟女。おぉ、どうかけてんのかい時を。熟女はかけています。女子高生が、遅刻しちゃうと、食パンを加えながら、慌てて登校しているときに、曲がり角でぶつかってしまう異性。うん。それが後に転校生としてやってきて、うんうんうん、学校で運命的な再会をするのだが、うんうんうん、100% プールの授業で、うん、背中に竜の入れ墨を入れている、うん、あのドラゴンタトゥーの男であることが発覚する。うん、前半すげえ古い、古いな。前半の設定が古いな。ちょっと待ってよ、これなこれなどこまで説明が必要だな。前半はもちろん、わかりますよ。遅刻して当たるね、はい。あるあるですよね。ある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 。ただその、背中に入れ墨を入れているドラゴンタトゥーの男。うん。高校が、まあその、プールの授業、学生なのにドラゴン。そう。ああ、そうか。そう、そうなんですよ。あの、これ説明しますと、うん、この何週間にわたって最近ドラゴンタトゥーの男が流行ってるんですよ、うん。ブームなんですよね。うん、このコーナーにおいて。そうかそうか、それ気づかなかった。ごめんなさい。それはね、それはそうなんですよ。うん。だから、これは僕もね、わかんないんですよ。本当に。でも彼はずっと毎週ドラゴンタトゥーをちゃんと押してきてくれてるわけね。そう、なんかわかんない。ドラゴンタトゥーの女って映画あったじゃないですか。うん、ああ、あれありますあります。それもあって、その竜の入れ墨入れてる男って誰なんだっていう。ああ、はい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 。なんか。そういうことね。そうなんです。ただその竜の入れ墨入れてる男は、きっとサウナに行ってもタオルは使わないだろうなと。ああ、そっか。そういうことでずっと毎週ついている流れで、これ、だからその前半はかなりほんと歳をいってる方だよね。そうですね。結構しかも、少女漫画系っていうか。少女漫画系のかなりでも、だいぶ、1990年代の設定ですから。そうですね。2000年前ですから。まさかのドラゴンタトゥーの男乱入っていう。ことです。なるほどね。はい、いや、でもわかりました。楽しめましたよ。あ、ほんと。よかった。始めるときの、ちょっとヒゲの生えたものさんが俺かっこよくて。ちょっとバカいじってきてるじゃん、それか。いじってない、いじってないですよ。ああ、そうですか。そう。俺はこうしていきたいんだ、みたいな、こう。そんな、ありました？そんな飲み。ありましたよ。そうですか。なんかこう、いや、素敵だなって思いました。なんか、自分が、CM とかを撮ったときに、その、社員の方とか、幼なった人とかに、こう、ご馳走したりとか、なんか、嬉しかった、みたいな。このために頑張ってきたんだな、みたいな話を。うん。じゃあ次行こう。次行っていいよ、須田くん。いいです。須田まさき。もう一度喋る、大丈夫ですか？全然大丈夫、全然大丈夫。須田まさき、次行っていいよ。ラジオネーム、ベインさん。ベインさん、ベインさん。ベイニー。ベイ、ベインさんですね。俺は。ベ、ベイ、ベイ、え？ベイン。ベイン、オッケー、ベインさん。ベインさん。ごめんね、止めちゃって。大丈夫です。ラジオネーム、ベインさん。俺は。俺は。来たる女とのデートに完璧な髪型で行くために、毎日お風呂場でワックスをつける練習しています。ワックス買うときすごく緊張しました。ちょっと侍かな。毎日練習してる。だってまださ来たる日の来たる女とのデートのまだありませんこの人多分。そうだよね、はい。だけど今から練習してるんでしょ。練習してる。俺すっごいわかるの。俺、テンパだからワックスうまくできないのよ。なるほど。わかります？なるほど。確かに練習は必要だと思う。バシッと決めなあかんときに。そう。もう絶対、そう、バシッと決めなきゃいけない日がうまくいかないの、やっぱり。あー、なるほど。何気なくこう簡単にワックスつけてガシャーってやったときの方が、なんか良かったりもするの。しかもそれプラス、この多分思春期の初デートとかを夢見てる。いい。時期ですよ。いい。で、お風呂場でやって、お風呂場で。練習して、髪の毛洗う。すぐ洗う。あー、いいですね。かわいいですね。侍候補ってことだよね、だからね、もうなんかね。そうですね、うん。確かに。侍になるための準備をしています。もう素振りはバンバン。素振りを。準備ができてる。豆できる。あとは戦った後侍になってると思うわ。そうですね。うん。確かに。もう、10年後とかには。もう侍ですよ。確
ね。原服前ですね。うん。もう、で、もう、で、女性とデート2回目、3回目でまた違う練習をしてると思うんだ。あ、その頃には。うん、ベインは。どういうことですか？いや、だから髪型だけじゃなく、今度はいろんな練習。要は、今度はどうやって、この2回目のデートどうしようかとか。なるほど。やっぱ最後的にはそのベッド。なるほど。二人でベッドになるために、ベッドにするためには、っていう練習をお風呂場でするんだろうな。もう、侍の道をどんどん行っている。なるほど、ね。ベインすごいですね。でもこれ、ハートとしては。ハートとしてはもう、侍です、ね。侍候補ですよ。すごい。うん。かっこいいな。これ見習わなきゃいけない、ね、見習わなきゃいけない。まだ飲む気ですか？プリーズデッキが。なるほどね。うんうん、でもこうバシッと言えるのはかっこいいですけど、ね。いや、言えるのはかっこいいと思いますよ。何でも。男として。マナー違反とか言うのはいいなと思う。言えます？言えるとは言い切れないよね。やっぱりここで言ったら空気悪くなるよなとか考えちゃうもんね。確かに。そうですね、うん。でも言わなきゃなっていう時は言うよ。言えます？ちょっとおかしいんでねえかなっつって。あ、うん、あ、でも俺、結構こう、何度か飲ませていただいてるじゃないですか。はいはい、あの、福田さん家とか、うん、あの、まあ、この銀玉の監督、福田さんの家とかで、うん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 、その時に室さん、結構寄ってくると、覚えてるかな、うん、結構真面目な話。始める時の、ちょっと髭の生えた室さんが俺かっこよくて。ちょっとバカいじってきてるじゃん、それか。いじってないですよ。ああ、そうですか。そう、うん。俺はこうしていきたいんだ、みたいな、こう。そんな、ありました？そんな飲み。ありましたよ。そうですか。なんかこう、いや、素敵だなって思いました。なんか、自分が、あの、CM とかを撮った時に、うん、その、社員の方とか、うん、幼った人とかに、こう、ご馳走したりとか、うん、なんか、嬉しかった、みたいな、うん。このために頑張ってきたんだな、みたいな話を。うん。じゃあ次行こう。次行っていいよ、須田君。いいですよ。もうちょっと喋って大丈夫ですか？全然大丈夫、全然大丈夫。須田君、次行っていいよ。ラジオネーム、ベインさん。ベインさん。ベインさん。ベイニー。ベインさんです。俺は、ベイン。オッケー、ベインさん。ベインさん。ごめんね、止めちゃって。大丈夫です。ラジオネーム、うん、ベインさん。俺は、来たる女とのデートに、完璧な髪型で行くために、うん、毎日、お風呂場でワックスをつける練習しています。ワックス買うとき、すごく緊張しました。ちょっと侍かな毎日練習してる。だって、まださ、来たる日の、来たる女とのデートの。まだありません、この人多分。そうだよね。はい、だけど今から練習してるんでしょ？練習してる。俺すっごいわかるの。俺、テンパだからワックスうまくできないのよ。なるほど。わかります？なるほど。確かに練習は必要だと思う。バシッと決めなあかんときに。そう。もう絶対、そう、バシッと決めなきゃいけない日がうまくいかないの、やっぱり。あー、なるほど。何気なく、こう、簡単にワックスつけて、ガシャーってやった時の方が、なんか良かったりもするの。しかもそれプラス、この多分思春期の初デートとかを夢見てる。いい。時期ですよ。いい。で、お風呂場でやって、お風呂場で。練習して、髪の毛洗う。すぐ洗う。あー、いいですね。かわいいですね。侍候補ってことだよね、だからね、もうなんかね。そうですね、うん。確かに。侍になるための準備をしています。もう素振りはバンバン。素振りを。準備ができてる。豆できる。あとは戦った後侍になってると思うわ。そうですね。うん。確かに。もう、10年後とかには。もう侍ですよ。原服前ですね。日本放送キーステーションに全国ネット、菅田将暉のオールナイトニッポン。この時間は僕、菅田将暉がお送りしています。では、早速ゲストをご紹介しましょう。ムロツヨシさんです。ムロツヨシです。よろしくお願いいたします。お願いします。出れました、やっと菅田将暉のオールナイトニッポンに。ありがとうございます。いつ声がかかるのかと思ってましたよ。星野源から全く声がかからないから。あれと思って。あ、そうなんですか。一切声かからないのよ。結構長いことやってますよね。何よね、あの人は。あ、明日ですよ。明日ねえ。しかも、ずっと、だって共演。そう。結構やってた。あれいけなく言ってたんだけどね。いつでもいいよって。まさか、須田が先だったなぁ。ゲイより須田だったわ。全然呼ばれ。いやいや、いいんですよ。嬉しいですよ。なんかちょっとね、感動しました。ちょっと聞かせてもらってましたけど、須田将暉のオールナイトニッポン、ただった。あ、はいはい。いいね。あれは、本当ですか？先行くな、あんまり、強しより。その強しより先行ってないよ。いや、でもすごいよ。ただ何？そのゲストイップスっていうのはどういうことなの？ゲストイップスですか？うん。え、だから、苦手意識がだいぶこう。でもさっきその、ほら、さっき曲流れてる時もずっと山田孝之の文句言ってたけど。言うな！言うな！
言うな、山田さん結構こういうの調べて知るんですから、あの人。山田孝之に次ぐ、電話を待っています。やめろ。山田孝之、連絡事項です。ほんまに奇跡そうやから。連絡事項です。山田孝之に次ぐ、ほんまに電話を待っています。絶対みんな知らせて、絶対たどり着くから、あの人。意外と豆なんですから、山田さんって。いや、なんでそんな山田孝之のその、あれなんだ。で、僕は知ってる山田のターくんはそんないい人ですよ。いや、だってもう、ここでは伝えられない邪魔を僕にずっとしに来てる、うん、なるほど。なるほど。はい。でも愛だったんじゃない、その孝之の。どんな愛だ。ラジオ頑張れ。応援してるぞっていう意味だったんじゃないの。そういうことやったんですか。そうだよ。あれは愛やったんですね。愛だった。それをさ、そのウーバーワールドかかってる時山田さんの文句あるな。言ってない。言ってないっすよ。言ってないっすからね。そんなあの野郎って言ってたじゃないですか。いやそんなも尊敬しかないですから僕。オーラ尊敬しかないですか。尊敬しかないです。えそのあと。だから今回ちょっと宣伝させてもらったんですよ、SNS 等で。あ、はい。そしたら何ですか、出禁にはさせませんみたいな。はい、はい。出禁システムがあるんですか、この番組。あの、そうです。あの、最初に言っときますけど、山田さんはもう出禁です。山田さんも出禁なんですね。出禁なんですよ。出入りは禁止なんですよね。で、ということは電話は大丈夫ですか。そうですね。電話は大丈夫です。電話大丈夫ですよね。はい、確かに。なるほど、ね。電話は確かに禁止してなかったな。そうでしょう。電話禁止。山田孝之に次ぐ。電話を待っています。聞いてへん。絶対聞いてない。絶対聞いてないです。あ、そういうのできんなのね。そうなんですよ。それでなんかその、さあ、ごめんなさいね。その喋っちゃって、その、さっきもメールをちょっとチロッと拝見しちゃったんだけど、何その、リスナーさんがもうあれでしょ小栗旬が良かったとか。自分で。橋本環奈が良かったとか。そうですね。読ませていただきます。でも言わなきゃなっていう時は言うよ。言います。ちょっとおかしいんじゃねえかな、つって。うん、あ、でも俺、結構こう、何度か飲ませていただいてるじゃないですか。はいはい、あの、福田さん家とか、うん、あの、まあ、この銀玉の監督福田さんの家とかで、うん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 、その時に室さん、結構寄ってくると覚えてるかな、うん、結構真面目な話。始める時の、ちょっと髭の生えた室さんが俺かっこよくて。ちょっとバカいじってきてるじゃん、それ。いじってないですよ。ああ、そうですか。そう、うん。俺はこうしていきたいんだ、みたいな、こう。そんな、ありました？そんな飲み。ありましたよ。そうですか。なんかこう、いや、素敵だなって思いました。なんか、自分が、あの、CM とかを撮った時に、うん、その、社員の方とか、うん、お世話になった人とかに、こう、ご馳走したりとか、うん、なんか、嬉しかった、みたいな、うん。このために頑張ってきたんだな、みたいな話を。うん。じゃあ次行こう。次行っていいよ、須田君。いいです。もう一度喋って大丈夫ですか？全然大丈夫、大丈夫。須田君、次行っていいよ。ラジオネーム、ベインさん。ベインさん、ベインさん。ベイニー。ベインさんです。俺は、ベイ、え、ベイン。ベイン、オッケー、ベインさん。ベインさん。ごめんね、止めちゃって。大丈夫です。ラジオネーム、うん、ベインさん。俺は、来たる女とのデートに、完璧な髪型で行くために、うん、毎日、お風呂場でワックスをつける練習しています。ワックス買うとき、すごく緊張しました。ちょっと侍かな。毎日練習してる。だって、まださ、来たる女とのデートの。まだありません、この人多分。そうだよね。はい、だけど今から練習してるんでしょ？練習してる。俺すっごいわかるの。俺、テンパだからワックスうまくできないのよ。なるほど。わかります？なるほど。確かに練習は必要だと思う。バシッと決めなあかんときに。そう。もう絶対、そう、バシッと決めなきゃいけない日がうまくいかないの、やっぱり。あー、なるほど。何気なく、こう、簡単にワックスつけて、ガシャーってやった時の方が、なんか良かったりもするの。しかもそれプラス、この多分思春期の初デートとかを夢見てる。いい。時期ですよ。いい。で、お風呂場でやって、お風呂場で。練習して、髪の毛洗う。すぐ洗う。あー、いいですね。かわいいですね。侍候補ってことだよね、だからね、もうなんかね。そうですね、うん。確かに。侍になるための準備をしています。もう素振りはバンバン。素振りを。準備ができてる。豆できる。あとは戦った後侍になってると思うわ。そうですね。うん。確かに。もう、10年後とかには。もう侍ですよ。原服前ですね。うん。もう、で、女性とデート2回目3回目でまた違う練習をしてると思うんだ。あ、その頃には。うん、ベインは。どういうことですか。いや、だから髪型だけじゃなく、今度はいろんな練習。要は、今度はどうやって、この2回目のデートどうしようかとか、なるほど。やっぱ最後的にはそのベッド。なるほど。二人でベッドになるために、ベッドにするためには、って。嫌です。嫌ですね。嫌です。で、まあ、先ほど、長澤まさみさんが、ラジオを聞いてくださっているということで、そうですね。なんか質問がね、うん。あ、出上がってきた。え？もしもし？もしもし？もしもし？
ま、まさん。はいはい。あ、これ山田。すいません、何度も。いやいやいや。じゃ、長沢がいいんだよ。や、長沢がいいんだよ。うん。お店もう予約しちゃいました？あ、まだでしてない。山田。あ、本当ですか？うん。山田！聞こえてるだろ。高額アレルギーのやつが、うん。来れなくなったんですよ。あ、高額アレルギーのやつ来れなくなった。うん、うん。はい。なんで、高額アレルギーのやつ。和食じゃなくて、うん。俺、もともとステーキ食いたかったんですけど。知らない。青木ステーキで変更ね。知ってるでしょ、お店。うん。そいつ来なくなったんですけど、めっちゃ増えて。うん。それ、どうですかね、ステーキのお店で結構入れるとこってあります？まあ、貸し切りで行けたら、うん。な、うん。何人？だったらじゃあ貸し切りでじゃあ、うん。16人くらいなんで。おい！ちょっと探ってみるわ。ないよ。16人でステーキ食うことないよ。1個思いつくとこあるから、日曜日で。うん。16人。うん。20人弱入れるところ。すごいな。うん。違う。今、みんな長沢さん。うん。山田で取っとくね。好きなフルーツを知りたいの。うん。長沢さん。オッケーオッケー、わかった。はーい。はーい。はーい。ほんで、本当にそれだけだし。俺のこと全然反応してくんないし。俺のこと全然反応してくんないし。はいはいはい。ステーキに変わったんですね。ステーキ変わったそうです。16人の予約。知らねえよ。ステーキ屋さん16人の予約、私。これから。パーティーじゃないですか。これから頑張らないといけないです。だからあれですよ。うん、長沢さんの好きなフルーツは、はい、何ですかっていう。聞きました。そしたら。返信来たんですか？長沢さんからメールが返信来て、絵文字で来ました。お、なんて。絵文字の発表はじゃあ須田さんからお願いします。何ですか？長沢さんは、桃が好きだそうです。この思い届け。長沢ふーね、桃が好きだということで。桃が好きです。ラジオネームヒーローちゃんから感想が。ヒーローちゃん、ヒーローちゃん。はい、ゲストとやる100番漫画ってこんな楽しいの？あら！そうなの？いや、俺たち、山原孝之の地獄しか知らないから。本当は楽しむべきなんだろうけど、なんかね、涙が出てくるの。ムロさん本当楽しいよ。そうなんだ。よかった。ありがとうございます。それはそれは。本当に。いやいや、いいんですよ、いいんですよ。ラジオネーム、トッチーゾさんから。トッチーゾ？はい。うん、今まで、野村周平とか、うん、山田孝之の、どちらけ俳優しか知らなかったので、ムロツヨシさんの素晴らしさが際立っています。どちらけ俳優、どんだけどちらけだろ。で、これ以上女性リスナーの好感度上がるの尺なんで、うん、帰ってください。なんだおかしいだろ。最後の扱い、なんだおかしいだろ。おかしいだろ、最後、どっちぞ。ラジオネーム、ボーカーボーイ。ボーカーボーイ。そういえば今日なんでムロツーシ来たんだっけ？じゃあ、それはね、銀玉。銀玉だよ。愛があるな。愛があるな。愛があるな。その勇気が買ってくれるでしょ、勇気は。いや、そういうことですよ。それ、侍、本人の前で。確かに。歌う勇気。うん。で、絶対笑ってくれるでしょ？そう、絶対笑ってくれる。あ、それはいい、ね。その勇気は買ってもらったよね。その下手くそだなは嬉しいっすね。そう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 。でも全力で歌いましたよ。いや、いいっすね。それは侍っすね。侍です、それは。確かに。ああ。でもまあ、ちょっと見習いますわ、じゃあ、その。そうですね。洋楽っていうのはもう。そうですね。まあ、きっとその、後日、話題で持ちきりですよね、彼は。そうです、そうです。きっと。ちょっと、室笠さん、ちょっと僕聞いて、みたいな。英語の歌なんか、歌詞見ながら歌ってたんだけど。言われて。須田がやったって言われる。ちょっと聞いたんだけど、みたいな。そうそうですね。ちょっとね。ちょっとね。まあでもやっぱ、かっこいいっすよ。じゃあ続いて。はいはい。東京都、うん、ラジオネーム、何ぬねノーブラ。あ、何ぬねノーブラ。へぇ。拙者は、お、生まれは育ちも、日本の都、江戸。うん。何ぬねノーブラ、のすけと申します。うんうんうん。拙者は、おうおう根っからの侍リスナーと、なので、うん。週刊誌の袋閉じを、うん、定規で一刀両断、うん、綺麗に開くことができるのでござる、うん、行くぜおう悲喜おう一刀流女優のヌードを見たいんだフラッシュおうよし頑張ってくださいこれからも頑張ってください応援してますあれ一刀両断って言うんですね、上下で上下でやる、いや本当に頑張ってくださいね、はい、そうですね、そうですね、何ぬねノーブラね、そこ人前でやってるわけですから暗黙ってさ、見た目とは裏腹、めちゃくちゃ寝づらいじゃん、そういう気持ち絶対忘れんなよ。菅田将暉のオールナイトニッポン、菅田将暉です。今日のこの時間は、
FM93AM1242 日本放送キーステーションに全国ネット、菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。今日のゲストはムロツヨシさんです。ムロツヨシです。今 CM 明けなんて言ってたの？なんか CM 明けなんか言ってなかったです。あ、ジングルで。あの、ジングルです。うん、うん、ジングルで。いや、ハンモックって、うん、あの、裏腹。うん。だよねっていう。そっかそっか。オッケー、じゃあ。そういう気持ち忘れなよっていう。おう、おう、オッケーオッケーオッケー。あの、なんか言ってそうで何にも言ってないジングルっていう。オッケーオッケー。俺もたまに、あれね、言うやつね。あの、リアクションいっぱい来てますよ。あ、リアクション？はい。リアクション？みんな室さん大好きです。え？兵庫県ラジオネームドスコイパンダさん。うん。津田くん、ちょっと言いにくいんだけど、うん。室、ちょっとうざくない？ほら。いや、こいつめちゃくちゃ喋んじゃん。うん、うん。短い方がいいと思うんだ。それで言い合いっていう、その、詰め込みすぎちゃダメなんだよ。ごめんなさい、俺の読み方はあれでしたけど、うんうん、ちょっと長かった。ちょっと長かったかな。確かに。そうね、あの、俳優の酔っ払ってくる感じ出してんじゃねえよぐらい。ぐらいまでがよかったな。八丁万人がちょっと、負けのプロレス放棄してっていうのはどういう意味なの、これは。だからプロレスのこう、一回負けるくだりみたいな、こう、見せる。ね、そうか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 。ごめんな、あんまり理解しないけど。京一郎、ちょっと、一回ごめん、休んじゃうけど。ラジオネーム、ダンサーインザパーク。おい、ムロツーさんに失礼なこと言ったやつ誰だよ。おお、いいぞ。そんなこと言っちゃダメだよ。うん。せっかく深夜に来てくれたんだからさ。うん。うん、さて、僕は、七尾さんにケツを蹴られた後、うん、おい、そこで踊れよって言ってもらいたいのですが、うん、あの、ご検討よろしくお願いします。いや、それ俺に言われても、それ俺に言われてもだけど。どれ無駄な。どうしますか、須田さん。一応やっぱり、一応僕がお願いした通り、今、山田孝之さんから電話が、かかってきましたけど。これ今もう、聞いてるんですか？これ、この人聞いてますね。で、喋れますね。これはどう、電話かかってきたんですけど、繋げられます？スピーカーでこれ流す。スピーカーで流しても大丈夫なもんですか？そう、マジ？高井さん喋れます？あ、もしもし？うん。これ聞こえます？皆さん。皆さん聞こえますか？もっと近づけ。はい。聞こえますよ。高井さん聞こえます？まだうん。16日にちょっと和食探してるんですけど。うん。なんかいいとこ知ってます？日曜なんです。日曜結構和食がやる。でも結構、うん。こういうとこなんだよ、ほんと。こういうとこなんで。でも大体人数言ってくれれば俺が取っとくけど。だからそれ後でやって、本当に。山田。個室なんですけど。大丈夫、大丈夫。大体け、もう3件ぐらい。山田。室。そうなんですね。うん、大丈夫。じゃあそれ、何件かできれば3件ぐらいあるといいんですけど。あ、いつも通り、食事変える時の通り3件ぐらい送ってきます。山田さん。はい。時間に限りがあるんですよ。結構台本的に室さんも帰るくだりになってます。何？高木何？一人甲殻類アレルギーがいる。知らねえよ、甲殻類。そこだけ。甲殻類アレルギー知らねえ。それも店にちゃんと言えるから大丈夫。はい、それだけお願いします。で、カニは、火が通ってれば大丈夫です。オッケー、わかった。火が通ってる。カニクリームコロッケのお店があるから、そこ紹介するわ。はい、じゃあお願いします。はい、了解です。はい、失礼します。はい、失礼します。崖？切りましたね。はい、だけ？もう終わり？あ、今は多分終わりました。電話連絡。はあ。山田さんがこういうことですね。ええ、山田さんの。うん、そうですね。絶対和食屋探してねえもん。あの人。16日だから。探さなきゃいけない。4人。もうあいつのお願いだから聞かなきゃいけない。もう日曜日やってる。ありがとうございます。いいんですよ、ムロツヨシです。わかってますよ。それわかってます。そうですよ。今日はじゃあ、宣伝をしに来たっていう。いや、もう宣伝とか関係なく、須田に会いに来たんです。お、そうなんですか？うん、須田に今日は任せようというのをもう思ってますから。ほう。うん、そのゲストイップスを直すために。あ、ありがとうございます。言われたんですよ、イップス直してください。でも、ムロさん、あれですよね、ずっとラジオやってたんですもんね。ラジオはね、2年前の春までやってました。ちょっと曲違うんですけど。その時もゲスト読んだりとかは？もう毎週。毎週？もう僕、毎週ゲストコーナーが2つありましたもん。え？うん。音楽の番組だったんで、音楽関係のゲストさんと友達を呼ぶ。はあれ須田来てないの？俺来てないです、来てないです。行ってて、来てないんだ。来てないです、来てないです。あ、そうなんだ。そうですよ。なんとか呼んでる。てないもん。いや、呼んでるよね。呼んでると思う。あ、呼んでちょっとスケジュールが無理だった。呼ばれてない。そうっす。呼んでへんのかい！だって、明けガラスの時とか呼んでないですか？映画明けガラスの時に何かあったんじゃない？うちのマネージャーが横に首ブンブン振ってますよ。そうでしたか？なんでですかね？あ、でもゲスト2コーナーもあったんですか？2コーナーありましたよ。
だからイップスなんてどうしたらいいんですか。いや俺もう楽しいなと思う、毎回ね楽しみにはするんですけど、うん、いかんせんこうなかなかこのノリにみんな困ってって、このノリ、このなんか例えば橋本環奈ちゃんが良かったっつって、あそんな室さんみたいにみんなうまいことをバカ野郎とは言ってくれないから、この空気にちゃんと乗っかろうってやっぱこう、ああそうかそうか、うん、山田孝之はそんなことしてくれなかった、山田さんは、はって、ああさすがめっちゃ面白かったですけど、うん、あの人一回山田孝之ねうちの番組ゲストに来てね一切喋らず帰ったことあるよ、ほらほらやっぱそうだ、そうだよね、その時どうしたんですか、どうしたんですか、いや他のゲストもいたからいいけどこいつ本当にやるんだこれと思ってで一回上半身裸になってずっと喋った時あったのいやラジオっていいですねこんなことができて、でも一切触れないの生放送中、なるほどね、うん、見えないから、うん、だからもうスタッフさんがファンになっちゃって山田の面白いっすねつってそうなんですよ。なるほどね。そういう子ですから。裸にはならなかった今回。山田さん、でもね、ちょっと言うてましたわ。うん。脱ごっかなって。ごそラジオはこれがいいですね。これがいいです、ね。そう。言いそうだな。そうですよ、ね。なるほど。山田の話になっちゃうじゃん。そうですね。うん。ラジオ。でも、あれじゃないいつものさ、菅田将暉、一応少しは知ってるじゃないですか。ああその、お仕事抜きの、はいはい、菅田将暉、はい。そうですね。あのままで行けばそんなゲストイップスなんかすぐじゃないですか？本当ですか？結構、人懐っこいところもあったり、ああ質問したり、勝手に人のソファーでジャンプして暴れ回ったり。そんなことしましたっけ俺。してましたよ、本当にうちで。嘘、ソファー当たって、柳楽優弥とずっと二人ジャンプして。やめようかなって言ったよ俺。やめようかな !100% 真っ暗な空間の中で、うん筒状の光を浴びながら、うん、輪になって会議している。ああ、これは何でも分かります。分かります。分かる。これはその、闇の世界を描く、その映画のこととかでもよくあるもんね。確かに。そういう。ヒーロー映画とかでもありますね。そういう演出をされますよね。確かに悪い奴だってなんか暗いとこで会議してるんですよ。そう、暗いとこで会議してる。顔が、で、顔がみんな見えないんですよ。あ、そう顔は、下半分ぐらいしかみんな見えないで喋ってんだよな。そう幹部たちは。で、後にそいつらが出てきた時に、うん、シルエットが一緒で、あ、こいつだったんだ。そうそうそう。実は身近にいたんだよな、その幹部が。あ、そうそう、身近にいたりもします。仲間の中の一人が実は幹部だったりする。半分顔隠れてた奴だったりする。おっとな、ムロさん。いや、対応力。さすが。対応力。いや。でも、まさにこういうコーナーなんですよ。うんうんうん。それをやってこうっていう。うん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 。続いていきますよ。どんどんいきますよ。ちょうだい。茨城市、ラジオネーム、うん、デレクジーカ。おう。山で狼に育てられたキャラが、仲間になるバトル漫画。おう。100% 山で狼に育てられたキャラが、店に置いてあるバナナを、金を払わず食べて、主人公たちが店主に謝る展開が一度はある。ちょっと待ってください。バナナが、ちょっと、今、入ってこなかったです。まあ、確かに、その、僕もね、引っかかったポイントがあって、山で狼に育てられたキャラが仲間になる。うん、そんなない。そんなそんなないけど。まあ、それはあったとして、あったとして。ただその、野生児的なキャラが、なるほどね。その、飲食をね、無銭飲食をしちゃって。そうか。他の奴らがこう尻拭いするみたいなことは、なるほど、あんまり、ルールを、現代社会のルールを知らないよね。なんならそいつが主人公なのかなっていう。ああ、なるほど。これはね、ある。なるほど。ありますね。うん。現代社会のルールがわからないのはよくわかるよ。そうですね。育てられた子、ね。結構こう、主人公って無茶しがちじゃないですか。しがち。なんかこう、破天荒っていう。うん。ちょっとわかる。で、バナナがわからなかったらごめんなさい。よしひこの時もそうじゃなかったですか、うん、結構よしひこが無茶するのを、そうそう。ヨシヒコは、ね、常識とはちょっとかけ離れたルールを持ってる子なので、それを私がこう、いなすというか、そうですよね。他の人との接点を作るっていう。まあ、要はそういうことです。はい。オッケー。オッケー。それはまあ分かったよ。お。いけるよ。いけるぞ。みんな、リスナーいけるぞ。いけるぞ。同じ方ですね。茨城市ラジオネーム、デレクジーカ。あ、デレクジーカ。もう、パクってるね。わしが、肩に乗っているキャラが 100%、うん、美人を見つけると目がハートになりナンパしようとするが、うん、肩に乗っているわしに頭をつつかれるというお約束の流れがある。ちょっとご説明願うかな。今ね、うん、そうかなと思って絵を描いておいたんですけど、それわかるよ。肩にわしの乗ってるキャラ、うんうん、が